ちはまだ家住んではるんですよね。こっちも多分住んでるのかな。それこっちは長屋みたいな感じで住んではれへんですね。この車も長いこと乗ってないような感じですよね。ここもだから住んでるんで、子猫が鳴いてるんでちょろっと見たんですけども、どこで鳴いてるのか、多分床下やと思うんですけどね、見えへんかったんですけども、住んである方はおられることはおられるんですけど、多分ね、市営住宅を遠方であれ建て増しをしてるんで、そこへ移られる方もおられるんじゃないかなというふうに思います。で、これが焼け跡ですね。で、これを昨年の8月でしたっけ、放火ですからね、こんなも明らかに、ね、こう有田かなんかそんな名前ですかね、2021年の8月の末ですね。で、こう夕方ですから、夕方の4時ぐらいにこれ焼いてるわけですよ。今ちょうど後半やってる最中なんですけどもね。で、ここにウトロの資料館に置くような資料もですね、たくさん置かれておったというようなことなんです。あの向こう側のピンクのとこはですね、あれは人が住んでた気配がありますね。で、左側はもう水道早に止めてたみたいなんですけどもね、まあ、それでも多少燃えてある屋根が落ちてますけども、こっち側なんか多分こんな移築しようと思ってたかも分かんないですね。で、こっち側はまあ普通にボロボロになったというようなところなんですけども、これが焼けた後のやつを消火活動でこちらへ多分持ってきはったんでしょうね。で、こう貴重な資料がたくさんあったんだけども、それも燃えてしもてないということで、まあ、未だにこの状態で置いてありますね。その中に入んないというキーのラインをやってますけども、多分あの鉄骨がちょろっと見えてるあっちの方に資料なんか置いてあったんちゃうかなと思うんですよね。あんまり分かりにくいですよ、まあ、中に入ったところで分からんのでね、そんな中には入りませんけど、こっち側から多少もうちょっと近づけんのか、こっち側もその近づくだっても見えんがな、これ、ね、こんな感じでラスを引いたほんまに薄い壁であったっちゅうことがこれ分かりますね。でね、ここであれは多分ベッドの跡やと思います。マットレスでしょうね。もう半年以上経つわけですから、どれぐらい10ヶ月ぐらい経つことになるんかな。だから本来であればここもまあ解体をしてということになるのかも分かりませんけども、まあ、未だにこの状態で残ってはる。こっち側行ったらもうちょっと見えるのかも分かりませんね。こっち行ってみましょうか。こっちの道やったらもうちょっと私通してるからね、こんな感じで。これなんか消火栓でこつないで消火活動をやりはったんでしょうね。ああ、こんなんでアルミを溜めてはったのかもわかんないですけど、あそこなんか牛小屋か、あれはなんか藁みたいな、でも後ではないし、あの藁のしてるんですよね。あんな真っ暗いの藁だけあんな綺麗に残ってるわけないので、こんな感じで住んではったとこも、これ上はもう2階はないですから、これもし中に住んでおったんであれば現住建造物の放火ですからね。ほんまの空き家倉庫とかもう全く何もないただの建物の放火とは全く意図が違ってきますよね。刑法としての罪の重さも全然違ってきますからね。その殺人みたいな形になりますからね。そんなにして考えたらもう非常に罪が重い。んで結局ネット上で在特会とかそういうものを見てですね、で在日外国人に特権があるとかね、そんなもないんですよ。もう何遍も言うてるけど、在日外国人で日本で特権があるのは在日米軍様だけです。
普通のアメリカ人でもそんな特権はありませんからね。ましてですね、特別永住者であるいわゆる旧植民地の方々ですね、朝鮮、中国、台湾、アジア系の方々がですね、そんな特権なんかあるわけがないんですよね。そのちょっと考えたらわかるし、図書館行って少し本を読めばわかるような話なんだけども、そんなことすらもですねやらずに、ネットだけを見てね、ようネットを世の中でやるときに日本語の勉強もっぺんやり直せと、何やったら岸和田の教育委員会ついて行ってね、再教育するのに学校入りたいんやけどっていうのにね、同行したるっていうことをよう書いてあるんだけども、それと一緒ですよ。ほんまに知識がないものがですね、こういう憎悪を生むわけですよ。まあさすがに在読会のやつでもこないして、まあ、燃やすということまでやる人っていうのは少ないんですけども、だけどまあ Q アノンみたいなもんと一緒ですね。そういう陰謀論とかそんなもんに惑わされてですね、そして生活を破壊するというようなね、ほんまにもう許しがたいですね。これね、民族差別がかかってるからこそ余計許しがたいわけですわ。仮に同じ日本人の間であってもですね、主張が違うからこないして家燃やしたれみたいなね、そんなんと一緒ですからね。そない考えたらですね、これこそやっぱり起こるべきは、まあ、自称保守ですね。私は政治姿勢保守本流と言ってますからね。私以上の保守本流なんかおるんやったら出てこいって言ってますから、自称保守というふうに言うておる、自民とか維新とかね、右翼とかそういう人らこそですね、ここへ来て学んでですね、そういう犯罪を犯したような人間たちについてどないなってるんやと、ちゃんと教育せえということを起こらなあかんと思うんです。まあ、逆の方向にあの人らは向いてですね、L 大阪なんかで表現の不自由展をまた名古屋でやったやつの再びやるというようなことになった時にですね、そんな展示やるなということで、最高裁判所まで吉村府知事もですね、何回もこれはもうやめささんかいということを言うわけですよね。最後まで戦って結局仮処分求めてもですね、何を言うてんねんと。芸術の表現として何の問題もないということで最高裁判所がお墨付きを与えたわけですけども、これもアメリカのような連邦裁判所の裁判官のような形になったらですよ、なら、まあ政治勢力でトランプさんがなったら6対3でね、で民主主義を守るというような形の最高裁判事が3人になってですよ、中絶については各州が勝手に州法で定めんかいみたいなね、そういうわけのわからんことをひっくり返した法律というか判例というかね、判断をするわけですよ。そないして考えたら、まあ非常にですね、右傾化じゃないですか、もうネトウヨ化ですからね。ほんで、まあ、人を殺してでも自分の船舶な知識でですね、デマがはびこったようなね、そういう考えのものをそれを押し付けてもええんだというようなね、ほんまに反知性社会どころではないわけですよね。ぜひともだからこういうものはですね、これこそほんまに残して負の遺産じゃないけど、ここへ学生はですね、ウトロの記念館へ行ったのと同時にですね、ぜひともこれは見に来ていただきたいし、これ国会議員をはじめとしてですね、1700余りの地方議会の議員らはまずやっぱりこれを見るべきであるというふうに考えますね。ほんまに勉強し直せよというような、そのためにこの教育施設としてですよ、これが使われるんであれば、まあ、生きた教材になるとは思うんですけども、あんまりこういう犯罪は許しがたいというお話でございます。